先生ちょうどくない？分かる分かる分かる。めっちゃ正直後ろから見た。まゆだ。まゆとは幼なじみで中学まで仲良かった。ここでよく待ち合わせしたな。もう行かないでよね。あっつ。ごめんごめん、また遅いよまゆ。ねえ、てか結構告られたのって。マジで？うん、引きっちゃう。行こう行く。あ、あ、かおちゃん、まゆちゃん、今日暑いからね、アイス持ってきな。ありがとう、ありがとう、おばあちゃん。あ、ちょっと待って覚えてないの？いつまで怒ってんの？愛すが高いよ。なんでそっちが怒ってんのか。別々の学校進むんだって。だってカフは頭良すぎなんだもん。またメールするね。うん、分かった。バイバイカフ。お母さん、プレカ落ちてる？ちょっと待ってね。三丁目まで停電だって。そうなの？心配して来てくれたら。さあ入んなさい。あれあれあれ、誰？まゆ。え、カホ久しぶりじゃん。久しぶり。あ、てか全然変わんないね。まゆは変わったね。カホ座んなよ。おばあちゃん、お土産買ってきたよ。あらららら、いや、懐かしいでしょ。そりゃ悪いね。懐かしい。ちょっと待って。ほっ、かぶった。え？マジ？おばあちゃんからしたら、あんたら何にも変わってないよ。いや、変わったよ。ねえ、カホ。いや、変わってないね。ちょっと待って待って待って。変わった。変わってないよね。あ、着いた。停電や雷雲などの情報をプッシュ通知でお知らせ。テプコ速報。気をつけて。はい。じゃあまた連絡するね。うん、バイバイカホ。じゃあね。